ヘネピン軍はアメリカ合衆国ミネソタ州の軍である。軍庁所在地はミネアポリス市であり、ミネアポリスセントポール都市圏の西部に位置し、州内最大の人口集中地である。ミネソタ州民の5人に1人以上がこの地域に住んでいる。州の人口重心も軍内ロジャーズ市にある。軍名は17世紀の神父でこの地方を探検したルイ・エヌパンにちなむ。 2010年国勢調査で、の人口は115万2425人だった。ヘネピン軍は1852年に、ミネソタ巡州議会が設立した。ルイ・エヌパン神父は、セントアンソニーだけの名前をつけ、地域に関する最初期の記録を残した人物だったので、軍の名前に選ばれた。ヘネピン軍の初期歴史は、ミネアポリス氏とセントアンソニー氏の設立に密接に、 関わっている。ミネソタ州のすべての軍と同様に、ヘネピン軍は無党派選挙で選出される、軍政委員会によって統治されている。通常は、委員数5人だが、ヘネピン軍の場合は7人である。各委員は人口をほぼ等しく分けた、選挙区の代表である。ヘネピン軍では、監察委、軍監査官、財務官、記録官を指名する。保安官と、 軍検察官も無党派選挙で選出される。軍長はミネアポリス中心街のヘネピン軍政府センターにある。軍はヘネピン軍図書館体系及びヘネピン軍医療センターを管理している。ヘネピン軍の通常の運営は、軍管理官、デイビッド・ハフ、軍運営管理官補、ジュディ・リー・ゲンシャイド、軍人事と公共医療管理官補レックス・エイ・ホルゼマー、軍医療管理官補、 ジェニファー・デ・キューベリズ、および、軍公共事業管理官補デブラ・ールブリスクが、調整している。アメリカ合衆国国政調査局によれば、地域全面積は606.38平方マイルで、あり、このうち陸地556.62平方マイル、水域は49.77平方マイルで、水域率は8.21%である。ヘンネピン軍は、サバンナの土地が、 プレーリーや森林地よりも多いことで、ミネソタ州16軍の一つであり、ライト軍と並んで、その大地の75%以上がサバンナである。固有植生については、自然資源保全局のデータがある。ミシシッピ川では最高落差の滝であるセントアンソニー。滝は、イルイ・エヌパン神父が発見したものであり、ミネアポリス中心街に隣接してあるが、19世紀に一連の、 ダムに形を変えられた。ダムの上下をつなぐためにある肛門を使ってバージなどが移動している。ヘネピン郡にはミネアポリス中心街とブルーミントンに大きな経済中心がある。人口ピラミッド2000年データヘネピン軍政府センターとは通り向かいにあるヘネピン郡公衆安全施設軍監獄を治める以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 ヘネピン軍はミネソタ州で最も裕福な軍であり、国内でも百血に入っている。軍内で話される外国語としては、アラビア語、モンゴ、クメール語、ラオ語、ロシア語、ソマリ語、スペイン語、ベトナム語がある。大半はヘネピン軍に入っているが、他軍にも領域がかかっているもの他軍にあるが、一部がヘネピン軍に入っているもの2006年8月。 軍政委員会は4対3の表決で、ミネソタツインズのための野球場費用大半を、軍費で賄うために0.15%の消費税を課することを決めた。衆議会では2005年から2006年の会期末に、通過し、州知事、ティム・ポーレンティが署名した法により、住民投票なしで、ヘネピン軍におけるこの課税を承認した。また、軍のために球場を建設し管理する。 ミネソタ野球場校舎も設立した。税金は30年間有効であり、軍政委員会によって増税できる規定もある。その結果として、ターゲットフィールドが2010年4月にオープンした。ヘネピン歴史博物館は1957年に設立され、軍の歴史に関する展示を行っている。ヘネピン軍の記録は研究用に利用できる。これには、学校教育、 地区都市の裁判記録、軍検察官記録、軍保安官記録、出生死亡記録、結婚記録、課税リスト、帰還歴史記録が含まれている。10、ネルソン、スティーブン、サバンナスウィルズ・オブ・ミネソタ、PP49 から52、ISBN9780615503202。ありがとうございます。